デイビッド・キース・スチュワートは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州オークランド出身の元 MLB 選手。ニックネームは、スモーク。セント・エリザベス高校を経て、1975年の MLB ドラフト16巡目で、ロサンゼルス・ドジャースに指名され契約。1978年9月22日に、メジャーデビューを果たしたが、この時は一試合に登板したのみで翌年以後は、 再びマイナーに降格し、次にメジャーに昇格するのは、チームがワールドシリーズ制覇を果たした1981年であった。なかなか先発ローテーション投手とはなれず、1982年に14、先発して9勝。1983年シーズン途中にテキサスレンジャーズに移籍し、両チーム合計で10勝。1984年に、 ようやくほぼ年間を通じて先発ローテーション入りを果たすが7勝14敗に終わり、1985年は再びブルペンに降格。シーズン途中にフィラデルフィア・フィリーズに移籍。この頃、外国人投手を探していた読売ジャイアンツが獲得を検討したが、スチュワートに売春容疑がかけられていたため獲得を断念した。1986年途中に生まれ故郷の オークランドアスレチックスに移籍。シーズン後半には先発ローテーションに定着し、9勝を挙げる。そして1987年にようやく開花して、この年20勝を挙げる。以後1990年まで4年連続で20勝を挙げ、エースとして君臨。1988年からのチームのアリーグ3連覇に貢献。ただし、 4年連続に0勝を挙げながら、サイヤング賞には一度も選ばれなかった。投票では1989年の2位が最高で、1987年と1990年は3位、1988年は4位であった。同時期に活躍し、サイヤング賞の常連であったロジャー・クレメンスと先発で、投げ合った試合は7勝1敗と圧倒していた。1989年には、 サンフランシスコジャイアンツとのワールドシリーズ第一戦に先発し完封勝利を収める。第三戦の試合開始前にサンフランシスコオークランド一帯を大地震が襲いシリーズは10日間中断。12日ぶりに再開された第三戦で再び先発し3点を許したものもこのシリーズ2勝目を挙げてチームの4連勝に貢献。この活躍で ワールドシリーズ MVP とベイブルース賞に選ばれた。また、ポストシーズンに強く、通算18試合に先発して10勝6敗、防御率2.84であった。1990年6月29日のトロントブルージェイズ戦でノーヒットノーランを達成。その年のア・リーグチャンピオンシップシリーズでは MVP に選ばれる。これも含め、LCS での通算発祥はアリーグ。 ナリーグを問わず、LCS の最多記録である。また、この8勝の間敗戦はなく、8連勝も、歴代最多記録である。同年のワールドシリーズでは、シンシナティレッツに4連敗を喫したが、この年社会貢献が認められて、ロベルト・クレメンテ賞を受賞した。1992年に再びチームは、地区優勝を果たすが、アッコルズで、ブルージェイズに敗れる。すると、 翌1993年には、そのブルージーズに移籍し、12勝を挙げて、地区優勝に貢献。シカゴホワイトソックスとのアルックスでは再び、MVP に選ばれる。かつて在籍したフィリーズとのワールドシリーズでは、第2戦と第6戦に先発。勝利投手にはなれなかったが、第6戦では、ジョーカーターのサヨナラホームランが出て、自身2度目のワールドチャンピオンに輝いた。 その後は、成績が下降し、地元アスレチックスに戻った1995年を、最後に現役を引退した。引退後は、メジャー3球団で、投手コーチ、ブルージェイズの GM 補佐などを務めた。2014年9月25日に、アリゾナダイヤモンドバックスの GM に就任。2019年、フルスアスレチックスは、スチュワートの在籍時の背番号、34号、 永久決番に指定することを発表し、すでに34はチームの先輩でもあったローリーフィンガーズの永久決番に指定されており、平日の決番指定となる。同日、数時間後にフェルナンド・バレンズエラがセントルイス・カージナルス戦でノーヒットノーランを達成。メジャー史上初めて同じ日に両リーグでノーヒットノーランが達成された日となった。 アスレチックススチュワート氏も永久欠番入り。日刊スポーツ。https www.nikkansports.com スラッシュベースボールスラッシュ mlb スラッシュニューススラッシュ 201908260001877.html2019 年8月28日閲覧ありがとうございます。